松本市立安住小中学校は、長野県松本市安住島島にある市立小学校、中学校。校長は小学校と中学校を兼任教頭はそれぞれにいる。学区は、東は大野田地区、学校のある島島地区、西は稲子木地区など、旧安住村東部の広い地域を含んでいる。これら地区を結ぶ。 国道158号が学校の東側を通るが、校舎からは校庭を隔てているので遠い。2005年4月1日に松本市に合併したので、安住村立から松本市立に移行した。一学年一学級である。二泊三日で奥穂高岳登山を行う。小学校とは、小降口は異なるが、大廊下でつながっている。学校の東側を、 国道158号が走るが、校舎からは校庭を隔てていて遠く、また段差がある。国道の向こう側外下に、あずさ川が流れている。国道158号は、学校敷地を外れると、すぐに三本松トンネルに入る。松本市ホームページには、安住小中学校は、昭和42年4月1日に、安住小中学校、稲子木小中学校が統合され、 翌43年11月25日より現在地において現行者での授業が開始されましたとあるので、1967年度からの名称は安住小中学校、1966年までの名称は安住小中学校、稲古木小中学校であった。小学校と中学校が同一敷地に併設されている。インターネットの接続が可能な教室。 開閉可能な屋根付きプール、太陽光発電施設など、近代的な施設が整備されている。年表は、安住村市、第三巻歴史家、ピアニッシュも31から37の年表を及び、ピアニッシュも705から719の記事に依拠した。ありがとうございます。